精神を成長させる行動ベスト3。精神科医カバサーションのカバチャンネル、今日はコペンハーゲンのローゼンボーグ城とその公園からお届けしています。今日は質問いただきました。福さん、44歳女性、精神面を成長させる行動ベスト3を教えてくださいということですね。精神的に成長する、人間的な成長、やっぱ成長するってとってもとっても大切なことだし、私たちの生きていく上でね、成長していかないと今までと同じってことになっていきますので、成長の先に進歩とかそういったものが生まれてくるというふうに言えると思います。なので精神的に成長するってことはものすごい大切ですけど、それをじゃあどうやっていくと成長できるのかという話をねしていきたいと思いますけども、まずベスト3ですね。精神を成長させる行動ベスト3、第1位から入るのがカバチャンネルの特徴ですけどね。はい、第1位は失敗する。これでしょうね。やっぱり人を成長させるというのはね、なぜみんな失敗を恐れるんでしょうか。みんな失敗したらどうしようたら、失敗したら困るとか、失敗したら落ち込むとか、失敗したら傷つくっていうのを必ず言うんだけども、失敗することで成長するんですね。逆に人生で一度も失敗しないというか、全てのことがうまくいってたとしたら、その人は絶対成長しないですよね。だから何かうまくいかないことにぶつかって、そこで修正していくから成長するのであって、失敗はものすごくいいんですね。失敗は成功のもとって言いますけど、失敗は成長のもとと言ってもいいですね。だからどん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 失敗していくべきです。私はトライアンドエラー、失敗って言葉を使わずエラーっていうことを言いますけども、これは実験もそうなんですけども、うまくいく場合はうまくいった理由を考え、エラーが出た場合はエラーの理由を考えてそこを潰していく。そうすることによって確実に成功につながっていくんですね。トライアンドエラーの発想を用いると失敗が恐ろしいっていうことはなくなってくるんですが、まあ今日の趣旨から言うと、失敗することで私たちは成長してるんだということなので、どん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 ですね、失敗してほしいと思うんです。あとですね、失敗は若いうち、例えば最初のうちにやった方が被害は軽微です。だから若いうちに、例えば恋愛して振られるっていうのも、10代の頃に振られると別にダメージじゃないですけども、今まで一度も恋愛したことのない人が40歳になって初めて告白して、そこで振られたとしたら、ものすごい精神的なダメージを受けると思うんですね。仕事なんかの場合でも、入社して1ヶ月目であればいろんなことを質問しても別に怒られたりすることもありませんけど、入社して1年以上経ってからすごい基本的なことを質問すると、なんでお前そんなことでもできないんだ、そんなことも知らないのかって怒られたりするってこともあるんで、まあ、そういうふうに失敗したりですね、わからないことをやっていくということに関しては、早いうちにやった方がいいわけなので、できるだけ早めに失敗して後々うまくいけるようになりましょうということです。精神を成長させる行動ベスト2、恥をかく。まあ、何か人前で失敗をやらかしてしまったら、恥ずかしいみたいなね、体験っていうことが起こってきて、もうやだこんなことしたくないっていうふうに思うかもしれませんけど、逆に恥をかかないようにやればいいわけですよ。だからそこで恥をかいた時に、もうこんなことはやだって言って、それを回避して逃げちゃう人と、次やる時は絶対成功させるぞというふうに思う人の2パターンがいるんですけど、多くの人はそこから逃げていくので、何の成長も起きないわけですね。恥をかいた時に、次は絶対こんなふうにはしないぞと、次はちゃんと完璧にやってやるぜっていうふうにポジティブな捉えで、恥をエネルギーにしていくってことなんですね。まあ、全ての物事をマイナスにも持っていけるし、プラスにも持っていくことができる。それはあなたの考え方、捉え方次第です。先ほどの失敗もそうですけど、失敗したり恥をかいたりした時に、もうやだこんなことはって言ってもうやらないのか、次は絶対完璧にやってやるって言って、今回の何倍も準備をして見事に成功する人と、2つに分かれていくと。だからあなたはどっちを選びますかって話で、いろんな場面で恥をかいたり失敗したりすることって誰でもあると思うので、そこを全てポジティブの方に転換していくとすると、人生で100回失敗して100回恥をかくとしたら、ものすげえ成長してる状態になると思うので、私はそういう人生の歩み方の方が好きだなと思います。精神を成長させる行動ベスト3、追い詰められる。追い詰められる、いいですね。みんな追い詰められると嫌だって言うんですよ。生きた心地がしないっていうか、例えば仕事とかも明日締め切りなのにまだ終わってないとか、試験の勉強が全然みたいなですね。追い詰められると人間の脳の中ではノルアドレナリンという物質が出るのです。ノルアドレナリンが出るので、ものすごく脳のパフォーマンスが上がります。普段より集中力が高まり、ノルアドレナリンって記憶力の増強作用もありますから、記憶力が強化されます。人間のいろいろなパフォーマンスがものすごく上がる状態になってるんですね、追い詰められた時に。だから追い詰められた時に、そこで乗り越えてやってやるぞっていうことにすると、皆さんものすごい成長ができます。追い詰められた時に逃げる人もいるんですね。ノルアドレナリンっていうのは、逃走か逃走か、
戦う方の闘争と逃げる闘争の2つの意味があるんですけど、闘争か闘争かの物質がノルアドレナリンなので、逃げちゃう人もいるんですけど、逃げちゃうとそこはもう成長の全く無関係な世界になってきますね。逃げの人生の世界になってきます。ということで、追い詰められるっていうのはやっぱりそこを乗り越えていく、追い詰められた後に乗り越えていくことでものすごい成長が得られますので、追い詰められるっていうことはこの精神を成長させる行動というふうになりますね。ですから逆に言うと、追い詰められるようなことを自分でどん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 積極的に取り入れたりですね、仕事を受けたりですねしていくということが重要ですね。これ仕事受けちゃうとものすごく大変だから嫌だなって言って、そういう仕事ばっかり断っていくと、皆さん当たり前の普通にできる緩い仕事ばっかり受けていたとしますと、全然成長ってことは起こってこないということになりますので、そういうハードなね仕事を積極的にやっていくってことが皆さんの成長にもつながるということだと思います。ということで、精神を成長させる行動ベスト3ということでね、お届けしましたけども、皆さんどうでしょうか。まあそういう失敗とかね、ネガティブな出来事ということを皆さん嫌がるんだけど、嫌がるんじゃなく、そこを通して初めて人間で成長していくので、そこを回避してると皆さんの成長っていうのは全くないですし、実際成長してないんだと思うんだけども、どん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 失敗して恥をかいて追い詰められながら、人間の精神的な強さっていうのが養われるので、皆さんもっとどんどん失敗して恥をかいて追い詰められてほしいなと思います。誰でも自己成長に限界はない。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は質問をいただきました。トトロさん、30歳女性。あなたはもっと上のレベルを目指せるよという周囲と、自分はこれくらいだろうと思う自分自身のレベルにギャップがあります。どちらの感覚を優先すべきでしょうか。どちらの感覚も正しくなくて、やればやっただけ自己成長できるっていうのが脳科学的な自己成長の法則ですね。それには年齢も関係なく、今までの経歴も生まれついた頭がいいとか悪いとかも関係ないです。やればやっただけ自己成長できます。何歳になってもそれは言えると思います。60歳からでも新しいことを身につけてことはできます。60歳になってもチャレンジすることも可能です。ただ自分にはもう無理と思った瞬間に、それは自己成長の余地がなくなりますね。例えばどうせ無理と思いながら筋トレしていて筋肉がつくかっていうと、それは無理でしょう。それはね、自分の思いっていうのは意外と意欲っていうのにものすごく反映されますので、これ絶対無理ですっていうことに対して死ぬ気で努力するかっていうと、しませんよね。だから結果として無理になるというだけの話でございますね。だから本当に自分は絶対達成するんだと思えば、かなりのことは達成できますし、 100% 達成できなくても80% 90% 達成する可能性っていうのはね、非常に高いんじゃないかなというふうに思うんです。そこでこの方の場合でいうと、30歳ですから、30歳であれば今から何を始めてもね、成功できると私は思いますけどもね。ちなみに私が情報発信を本格的に始めたのは、アメリカに留学した39歳からですから、42歳で日本に帰ってきて、そこから今のような情報発信と本を書いたりするというようなね、活動仕事をねしておりますので、42歳から私は始めて、それまでは普通に病院に勤務していたので、42歳から全くそういう新しいねワークスタイルっていうのを始めましたけども、ものすごくうまくいっておりますね。なので私の経験から言うと、40歳ぐらいでも全く新しいことを始めてもものすごく成功できるなというふうに思います。もちろん何か軌道に乗せるまで3年ぐらいはかかりますけども、それはね何をやってもそうだと思いますので、30歳だから遅いってことは まずないですよね。それはね、スポーツの選手になりたいとか、ピアノとか楽器の世界的な演奏者になりたいっていうことであれば、30歳っていうのは遅いかもしれませんけど、普通に新しいことを始めて人並み以上の成功を収めるってことは全くもって可能なのではないでしょうかね。結局自分で自分の可能性に蓋をするっていうのが非常にもったいないですね。自分はこのぐらいだなと思ったら、それ以上行くってことはないと思います。だって目標に向けて努力しないからですね。すごい高い次元まで行くポテンシャルを持ってるんだけど、どうせ無理と思ってたら、それに見合うような努力と生活しかしませんので、今と同じ生活を今と同じようにしてる限りは、今と同じような未来しか待ってないという厳しい事実はありますよね。もっと高い目標を持って、それに見合うようなね努力と行動と学びをきちんとしていくことによって、人間自己成長ってことが起こってきますので、あなたはもっと上のレベルを目指せるよというね友人の意見というのはものすごく正しいし、自分はこれくらいだろうと思ったらその通りになります。その意味では自分はこのくらいだろうは正しいと思うけども、全ての人は自己成長の余地を残しているし、なぜかというと人間の脳っていうのはそういう仕組みになってるからですね。新しい体験や学びをすることで、神経とニューロンとニューロンが新しいね接続を作って、シナプスがネットワークを作って成長するっていうのが人間の脳の仕組みですから、学びとかをやめたり昨日と同じ生活をしている限り、それは何の成長もなく今のままでしかないわけなんですね。自分はこんなもんだっていうのは非常にこう残念な考えで、本当にその通りになってしまいますので、そういう考え方っていうのはやめた方がいい。常に人間っていうのはやればやっただけ成長するし、さらにより良い未来というものを作り上げていくことができるというのは、私は間違いのない脳科学的な真実だと思います。カバチャンネル3313本の全動画リストをプレゼント。ダウンロードはコメント欄のリンクから。毎日自己成長する方法。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は伊豆高原からお届けしています。今日質問いただきました。三軒茶屋キャロットタワーさん、24歳男性。
自己成長をどのように定義しますか？自己成長を感じられません。周りの人に成長しているなと感じられる人がいません。そもそも自己成長するってどういうことなの？ということですね。まあ、自己成長っていうのをテーマにした本が私のアウトプット大全でもありますけども、まあ、インプット、アウトプット、フィードバックを繰り返すと自己成長しますよという話ですね。私の自己成長の定義はですね、昨日と違う自分がいればもう自己成長ですね。ですから、インプット、アウトプット、フィードバックを一巡回せばもう自己成長になります。だから本一冊読んで、きちんとそれをアウトプットして、そこで自分の新しい気づきを得て、明日からこのトゥードゥをやっていこうというふうに決めて、その時点でもう自己成長してますけども、何かしらの行動を行うように、一歩でも踏み出せれば完全に自己成長してますね。なぜならば、それは昨日と違う自分だからです。昨日やってなかったことを今日初めてやったとしたなら、それは間違いなく一つの自己成長であるというふうに言えると思いますね。なので、あんまり自己成長ってものを大きく考えすぎなのではないかというふうに思います。何かこうものすごくいろんな新しい何かスキルがすごくできるようになるとか、まあ、仕事で評価されて昇進するとか給料が上がるとかね、まあ、そういうものを持って自己成長っていうと思うんですけど、私の場合は別に本一冊読んで、あ、これいやいいこと書いてあったな、これやってみようって言って次の日からやり始めると、これでもう十分自己成長じゃないかなというふうに思いますね。重要なのはですね、目標設定の全てに言えるんですけど、目標をあまり大きくしないで小さい成長でいいわけですよ。結局小さい成長を積み重ねていかないと大きな成長になりません。ですから小さな成長を自覚できない人はいつまで経っても大きな成長も自覚できないということで、先ほどの質問いただいた方の感覚っていうのは正しいと思うんですね。産業ポジティブ日記っていうのを皆さんにお勧めしてますけども、今日あったら楽しかったことを3つ書こうということなんですけど、楽しかったことというかその自己成長も含めて、今日こういうことをやったとか、今までできなかったことをやったとか、初めてのことをやったとか、もしそういうことが一つでも書けたならそれは自己成長です。今までやったことがないことがやってみたらもうそれは自己成長です。何がしかの気づきであり体験ですね。今言ったのは昨日の自分と違うということが自己成長の定義なんですけど、私が考えるもう一つの自己成長の定義っていうのは、脳の回路が切り替わった、脳の回路がつなぎ替わった瞬間はもうすでに脳内的に脳科学的に自己成長していると言えます。つまり新しい回路がね追加されたってことです。つまり進化したってことです。脳が次の別なバージョンに進化したってことです。それってどういう時に起きるのって言った時に、いわゆるアハ体験ってやつですね。茂木健一郎先生とかよくアハ体験ってやつですけど、それって何か新しいことを学んだ時、あーはー、英語で言うとあーはーなんだけど、日本で言うとあーそうかみたいなね、あーそうか、そういうことなんだ、これはあーよくわかったよ、あーそういうことってあるんだ、そういうこの発見というか気づきということですね。つまりそこで非常に今までの思ってたこととか、そういったことが腑に落ちるというか、謎が解けるというか、そうなってきた時に脳の回路って変わるんですね。アハ体験っていうのは脳の回路が変わる瞬間です。ですからそういう気づきとか、アハ、あーそうかっていう体験を普段からしている、その瞬間に自己成長が起こっています。それを自分できちんと実感するということですね。あ、こういうことを学べた自分は自己成長してるなということですね。ということで、自己成長の定義っていうのは昨日の自分と変わる、あるいはアハ体験によってちょっとした脳の回路がつなぎ変わるだけで自己成長なので、私の場合は1日に3回ぐらい自己成長したなというふうに思いますね。何がしかの気づきを得たならば、まあ大体自己成長です、それで。で、ただそれを行動に移していかないと、ただの思いつきにしか過ぎないので、気づきを得てトゥードゥにして行動に移すことが一つでもできたなら、それは間違いなく自己成長ですね。あと、コンフォートゾーンから出るってことがもう自己成長ですね。それは新しいことへの挑戦って言い換えていいと思うんですけども、昨日まで自分の世界がコンフォートゾーンです。そこから一歩外に踏み出すと、新しい世界に自分が踏み出してるってことです。それは間違いなく自己成長っていうふうに言えると思うんですね。逆に言うと、コンフォートゾーンから踏み出さない人は自己成長はありません。いいですか？コンフォートゾーンから踏み出さない限り自己成長はないです。それってだって昨日と同じ自分ってことだから。コンフォートゾーンっていうのは自分の快適な領域、自分が知っている世界、自分が知っている人たち、自分が知っている仕事、自分ができる仕事をやっている、そういう自分の知っているできる領域での出来事なので、それをただやってるだけでは全くもって自己成長できませんね。で、実際そういう人が多いということで、先ほどの質問の方も、自分の周りの人たちは自己成長してる人はいませんって言うんだけど、まあ普通のサラリーマンの人とかだとそういう人も多いんじゃないかなっていうふうに確かに思いますけども。新しいことにチャレンジすれば自己成長です、それでね。だけどほとんどの人はチャレンジを嫌うんですね、どういうわけかね。失敗したら困るとかね。失敗も自己成長です。失敗から学べばね、自己成長になります。だからチャレンジとか失敗が怖いっていうのは、自己成長したくない、私は今のままで自分で十分ですということですよね。自己成長拒否症候群みたいなね。なので、どんどんチャレンジして、どんどん失敗していくってことが最終的に圧倒的な自己成長につながっていくので、そういったものを恐れないでね、どんどんやっていった方がいいんじゃないのっていうふうな私の考えです。
ということで、きちんと自分の日々の行動、あるいは自分の頭の中気づきとか、とにかく気づき、トゥードゥの重要性ということを動画でも何度も言ってますし、アウトプット大全でも何度も何度も言ってますけども、そういう気づき、トゥードゥ、これによって行動を起こせばもうそれで自己成長であるというふうにね、考えていいと思いますし、日々の自己成長をきちんと今日あった楽しかったことのリストに書き加えていくということですね。産業ポジティブ日記に書き加えていくということで、自己成長を自分で実感できるということです。自己成長しようということは今まで何十回何百回も言ってると思いますけど、自己成長の定義っていうのは初めてだと思いますのでね、非常にいい質問ありがとうございました。爆発的な成長を継続する方法、精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は群馬県の水上温泉からお届けしています。ちょっとこういう外の緑の豊かな、あるいは先が渓谷になっているので、自然豊かなところで動画撮影をしようと思ったのですが、結構な雨が降ってまして、ちょっと外での撮影が難しいということで、室内での撮影を行っております。今日は質問いただきました。玉手箱さん、29歳、女性、成長についてお聞きしたいです。今私は今まで続けてきたほとんどのことが爆発的な成長の時期に入っている気がするのですけど、この爆発的な成長はいつまで続くのでしょうか。将来的にはまたあんまり成長しない時期が来て、それが続くのでしょうか。成長とは周期的なものなのでしょうか。成長っていうものがどのくらい続くのかという話でございますけども、ずっと続くのではないでしょうか。ちゃんとその成長するための努力というか、そういったものをきちんとやっているということにおきましては継続的に続きますし、その成長のスピードというものはどん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 加速していくのではないでしょうか。私もインプットとアウトプットを繰り返しましょうとか、インプットとアウトプットのバランスは3:7ですよとか、それが自己成長のために最大の法則ですよっていうようなことをね、アウトプット大全の中でも話してます。人に話してるってことは自分で実践してるってことなんですけど、そういったものを本にして、さらに今までもやってきたんだけど、よりそれを意識して実践することによって、私は今55歳ですけども、ものすごい成長実感してます。どのぐらい成長実感してるかっていうと、例えば20歳から21歳の頃の1年間の成長と、ここ55歳の1年間の成長を比べると、今の方が3倍から5倍ぐらい成長してんじゃないでしょうかね。おそらくね、去年1年間の自分と比べてもものすごい成長を感じられるし、5年前の自分っていうのはものすごいバカじゃねえのっていうぐらいいろんなことができてないし、精神的にも未熟であり、文章を書いたりそういったものをまとめていく能力においても非常に稚拙なものがあるなっていうふうに思いますね。本とかを書くとすごくわかるんですね。一冊ごとにその成長の度合いっていうのが現れてきますから、去年書いた本を今見ると、いや今だったらもっとうまく書けるのになっていうふうに思えるってことは成長してるってことですね。ということで、叱るべきことをきちんとやっていく、叱るべきことっていうのは私の場合で言うと、アウトプット大全に書かれた内容は叱るべきことでございますので、アウトプット大全は自己成長を最大化する方法を書かれた本ですから、その本に書かれた内容をきちんとやっていくと、先ほども言いましたように、インプットアウトプットフィードバックをきちんと回していくとか、たくさんインプットしてたくさんアウトプットする、インプット以上にアウトプットをしていくってことをきちんとやっていくとですね、ものすごく成長っていうのはします。これ本当にします。私自身が知ってるし、で年を取ると成長しなくなるんじゃねえのっていうふうにほとんど思うけども、それは例えば年を取ると脳は老化していきますっていうふうに皆さん思ってるかもしれませんけど、科学的にそれは完全に間違いだったってことが最近の脳科学では証明されていますね。脳を使わないとそうです。肺陽性の老化っていうね、ことが起こります。もちろん筋肉も同じです。体もそうです。運動しなければ筋肉が衰えていくのと同じように、人間の脳というのも使わなければ衰えていきますけど、運動していろんなインプットしてアウトプットをするというふうな叱るべき使い方をすると、脳のネットワークっていうのはどん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 広がりを見せてきます。どん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 発展してきます。ですから50歳になっても60歳になっても70歳になっても80歳になっても、脳というものはどんどん発展していくんですね。成長していくんですね。ですから何もしないと老化していくんですけど、きちんと脳を使っていくと、むしろ年を取ってもですね、どんどん成長していくことが可能になるっていうのが最近の脳科学研究で明らかになっていることです。多くの人たちは何もしないのでどんどん老化していきますし、認知症に向かって一直線になっていくかもしれないけど、きちんと運動して脳を活性化してインプットしてアウトプットしてやっていけばですね、年を取っても成長するということが可能ですね。私も55歳ですけども、どん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 成長してますし、どう見ても20代の頃と比べるとはるかにその成長スピードは3倍から5倍ぐらいでしょうかね、ぐらいの勢いで成長していると思います。私が最近実感するのは、成長すれば成長するほどさらに成長する速度は加速していって、どんどん指数関数的に加速していきますね。なぜかというと、きちんと本読んだり、こういうふうに動画を見て勉強したり、気づきをアウトプットで学んでいる人たちっていうのは、脳の中に蓄積された経験というものがものすごくどん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 増えていくからです。それをもとにいろいろ自分で行動したり試行錯誤したりすると、さらにそれが経験値として付加価値になっていく。例えば2の経験がさらに2の2乗で4になり、その2乗で8になり、その2乗で16に
になり、その2乗で32になり、その2乗で64になり、その2乗で128になっていくように、倍倍倍倍倍で私たちの経験や知識というものは増えていくんですね。応用できるようになっていくと言ってもいいでしょう。なのでそういう応用力とか複雑なものをまとめたり、そこから何かを抽出する能力っていうのは50歳とか60歳とかになってくるとすごく高まってくるというふうに言われてくるんですね。だから若いうちは体力勝負でね、何か一つのことに集中してわーっとやるような能力っていうのがものすごく高いんですけども、たくさんのものを読んで上手にまとめていく能力っていうのは年を取らないと逆に言うと育たないというふうに言われてきます。なので成長って言ってもですね、例えばスポーツ選手になる水泳の選手というと10代がピークらしいんですけども、水泳の練習をする、水泳の成長が40歳を超えると体力が弱まってできないっていうね部分はあると思いますので、全てにおける成長とは言えませんけども、年代年代で得意とする、例えば記憶力なんていうのも20代の人にはかなわないわけだから、さっき言ったように年を取っても成長する領域を伸ばしていくってことも一つの大切なポイントではあるかと思いますね。結論から言うと、きちんと正しい脳のトレーニングをしていくこと、それはアウトプット中心の勉強をしていくってことですね。アウトプット中心の学びをしていくってこと、あとそれに運動というものを絡めていくということ、運動かけるアウトプットイコール最強、そういうような脳の使い方をしていくと、きちんと学んだことが結果につながっていくし、皆さんの血となり肉となり皆さんの能力経験としてどんどん蓄積されて、ね、物事がすごくうまくいくようになってまいります。私が実際アウトプット体重の内容を、ね、実践して本当にそうなっているので間違いないと思うし、60万人の人がすでに読んでいるアウトプット大全で、私のもとにも数え切れないぐらいのアウトプットして人生が変わりましたというメール、メッセージが山ほど届いておりますので、きちんとアウトプット型の学びということをすることによって、皆さんは継続的に、そして50歳、60歳、70歳と年を取ってもですね、成長を続けるということが可能になってまいりますので、ぜひね、アウトプット型の学びということを確実に成長できるということを信じてですね、続けていってほしいなというふうに思います。